ウィス、こんにちは、東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのですね、まあ、実況者がついに、まあ、引退してる人が、まあ、続出してるっていうお話ししようかなというふうに思っております。それでは、早速、やっていきましょう。で、まずはですね、エルパサさんですね。はい。昨日の午後7時25分に、まあ、一応ツイートしていたらしいんですけれども、まあ、申し訳ないですが、タクトのモチベーションが下がってしまったので、今後、タクトの動画を上げる予定はありません。動画を楽しみに待ってくれた方々、本当にすみませんということで、まあ、事実上、もう完全な引退ですね。はい。で、もう一人が、まあ、手巻さんなんですけど、ですね、今日確認したら一応16日間、ドラクエタクトをログインしていないという状態なので、まあ、本人はね、引退しないというか、っていうことを言ってるんですけど、まあ、16日間ログインしてないっていうことは、まあ、タクトの動画上げる気もないし、タクトをやるつもりも、まあ、ないということなのでしょう。はい。で、ですね、まあ、ゲーム実況者がついに、まあ、引退し始めたっていうことですね。はい。まあ、今までだったら、まあ、今まででも、例えばサービス開始時とか、まあ、あるいは 1.5 周年時とかになんかいろんな人が入ってきて、で、引退するみたいなことあったんですけど、なんかそれとはちょっとわけが違うのかなと、質が違うのかなと、うん、思っていて、まあ、なんでかって言ったら、その、刹那的にちょろちょろっとやった人たちがすぐ辞めるみたいな感じじゃなくて、まあ、サービス開始時からある程度、その、定期的に動画上げ続けてた人たちが、まあ動画上げなくなったので、まあそれはやっぱ違いますよね。まあサービス開始時にちょっとそのドラケ好きな人のファン集めて、で違うゲームでまた集めてみたいな、そういうなんかジプシーというかね、ナチグサみたいな、そういう行動をしてる人でもなく 1.5 周年の時に結構タクト売り上げすごかったから、まあそこにちょっと、じゃあ便乗しようみたいな感じでちょっとノリで参戦して、で売り上げちょっと下がったらすぐ、どっか行ったみたいな、そういう感じではなくて、わりかし、そのタクトが好きだった人たちっていうのがログインしなくなったり、まあ、あるいは、まあ、引退と明言してしまっているという現状ですね。はい。で、まあ、これに対して思うことってのは、まあ、ゲーム実況者の、こうね、目的ってのは何かって考えると、やっぱり、まあ、フォロワーですね。まあ、チャンネル登録者とかファンとか、まあ、いろんな言い方ありますけど、フォロワーと、まあ、再生回数ですね。まあ、これもお金っていう言い換えてもいいし、まあ、なんでもいいんですけど、まあ、再生回数とフォロワーさえを稼げれば、まあ、続けていくだろうし、逆にこれが稼げないのであれば、まあ、どんなに好きなゲームでもそれを実況裏でやるっていうのはあるのかもしれないけど、実況はしないよというのは割とあるあるかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、なので、まあ、このエルパスさんとか手巻さんが、まあ、動画上げなくなったり、まあ、あるいはやらない、やってない理由っていうのは、その、建前はいろいろあるのかもしれないけど、まあ、それ無視して話すと、本質的にはま、フォロワーと再生回数が稼げなくなったっていうことなんですよね、ドラクエタクトで。うん。まあ、なので、まあ、他芸にこう、映らないと、まあ、実況者として、まあ、死んじゃうんですよ。はい。どんどん死んじゃうので、まあ、映ってるって、もう本当それだけの、すごいシンプルですね。はい。で、まあ、結構ですね、ここら辺イメージしづらい方もいると思うんですけど、まあ上の軸がファンのこう数で、まあ横軸がまあ動画の本数と、である程度その伸びてくると、まあ動画上げれば上げるほどファンっていうのはこう増えていくんですよ、どんどん。でもじゃあそれ無限に続くかって言われたら、どっかにその限界みたいなのがあると思ってて、でそれがこう限界になると、なんか動画上げても、まあいつも見てくれる、その要するに新規があんまいないとか、新規はいるんだけどその分抜けていく人もいるみたいな、まあそういう状態で、まあどっかでその停滞するというか、でそういうまあ停滞で、あるいはまあ減少ですね。はい。まあ、エルパスさんとかの場合だったら、確か減っていたような気がするので、こういう減少するとかっていう状態だったら、まあ、だったら動画上げない方がいいっていう風になっちゃうわけですよ。で、まあ、手巻さんとかもね、タクトは好きだし、なんちゃらだし、でも引退するというわけではないけど、多分ログインはしないけど、みたいな、なんかまあ、どっちつかずのこと言ってるみたいですけど、まあ、それはおそらく、まあ、手巻さん的に横ばいだという風な判断をしたんじゃないでしょうか。動画上げてもそんなにファンが増えるわけじゃないよね、ということで、あるいは、まあ、そのね、タクトやるよりウォークとか、まあ、ドラテンオフラインとかそういうのやった方が、伸びるよねってのが分かってるから、タクトは上げないよねっていう風な判断。まあ、しかしながら、まあ、2.5 周年とか、あるいは、なんか新ドラゴンクエスト〇〇イベントみたいなのが始まって、なんかこれ伸びそうじゃねってなったら、復帰するよっていう、なんかまあどっちつかずな感じで、まあダクトがこのまま盛り上がらなければ、例えば幻影戦争とかだったら多分動画そんな上げないんじゃないかな。いやでも逆に幻影戦争民が来るから上げるみたいなこともあり得るのかもしれませんけどね。はい。うん。
っていう、まあ選択をしてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。で、やっぱりゲーム実況者がゲームというか、まあその実況をやめる理由っていう、そのメインゲームやめれる理由っていうのもめちゃくちゃドライだと思ってて、まあゲームがこうつまんなくなると、まあそれはやっぱ人がいなくなるわけじゃないですか。で、人がいなくなると新規ファンの獲得っていうのが難しくなると。で、難しくなると動画上げる意味がないよねっていうふうになるので、まあで、これが、じゃあ、そのお二人の問題かって言ったら別にそうじゃなくて、まあ今はタクト実況者全体が今からっていうか、そのなんだろうな、結構難しいなというふうに感じているんじゃないかなと。要するにファンの獲得とかがちょっと難しくなってるなと僕自身も感じてますね。はい。まあなので、まあ今でもまあ減ってはないし、停滞というか、まあその微増ではあるんだけど、まあ微増だからちょっと別ゲー映った方がいいよねってのは正直ありますね。なんで規模感とかその動画の種類によって、まあ当然個人差はあると思うし、まあ最近始まったチャンネルとかだったらまだまだ伸びるかなっていうふうに思うんですけど、ある程度そのずっと長くやってる人だと、まあ今後引退をするっていう選択を選ぶ人が、まあまあ、ますます増えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、現に、まあ例えば僕の場合は、まあ、どうするかというか、まあどうしてるかって言ったら、まあある程度ね、まあいろんな動画上げて実験しているという状態で、まあぶっちゃけて言うと、なんだろう、チャンネルの再生回数とかでこう相当すると、タクトの動画じゃなくて、なんか別のね、動画の方が結構多かったりするんで、まあそっちをね、まあまたやり始めてもいいのかなっていうふうには思ってますけど、まあそれだと、まあなんだ、昔伸びたのをまたやるってのはちょっとなんか、まあ気が引けるわけでもないけど、まあせっかくならちょっと実験しとこうかなと。まだタクトが強いうちにっていう感じで。で、それがもう横ばい、完全に横ばいだなって判断した時には、まあドラ系ライバルズやってた時と同じようになるのかなと。まあ例えばドラテンとか、あと何やってるっけ、まあウォークとか、あとまあスプラとかここら辺上げてますけど、うん、まあまあ。まあ、どれも再生回数、まあ、似たり寄ったりみたいな感じで、っていう感じでね。まあその中でどれが一番動画出しやすそうかなとかってぼんやり考えてますけど。まあまあっていう感じですかね。まあ、今んところ実験して、それ、まあ成果みたいなのがこう出てきて、で、それに対してまたどうするかみたいなのを、まあ繰り返してるっていう状況ですけど、まあある程度固まると、まあライバルズやっとタクトを両立してた時もあったので、まあそんな感じでタクトともう一本なんか両立させるっていう風にはなっていくんだろうなーっていう風には思いますかね。はい。で、まあ再生回数とかもそんなにね、まあなんだ、タクトと比べてめちゃくちゃ下がってるってわけでもないので、うん。まあまあ、長くやっていくと、それなりに上がり目あるんじゃないかなっていうゲームが大体ですかね。ウォークはちょっと厳しそうだねってのは正直思うね。いや、難しいからね、結構やってるけどね。はい。で、他にもですね、まあ僕以外にも何やってるかって言ったら、例えばゲレゲレさんとか、こう裏で、まあ実はなんかサブチャンネル作って、まあドラテンのオフラインの、まあチャンネルを作っていたりだとか、まああるいはエルパサさんみたいな感じで、もう、タクトを、まあ、捨てたって言い方なんで、まあ、タクトを辞めたって言い方の方がいいのかな。辞めたわけですけど、じゃあ実況者として何もしないかって言ったら、別チャンネル作って、鋼の錬金術師をやっているという状態で、まあ、これでうまくいくだろうという見通しが立ったので、おそらく、うん、まあ、なんだ、鋼をやるっていうことなんだろうな、というふうには思いますね。はい。で、中にはですね、例えばもうね、停滞じゃなくて、減少してる人も出てきてて、コッサンとかは、まあ、これ、いつだっけかな、多分、女賢者が出始めたとか、そのぐらいの時は確かピークで、まあ、そっからですね、毎週100人ずつ減っていくみたいな感じで、結構減ってるんですよね、1ヶ月で。まあ、300人以上減少してるっていう状態で、うん。まあ、登録者が1ヶ月で 1% 減ってるわけですよ、3万人だからね。はい。ってなってくると、まあ、1% 減るってこれかなり異常事態で、まあ、4年ぐらいだって半分になるわけでしょ。まあ、もちろんその線形でそう減っていくわけじゃないけれども、まあ、ありかしね、炎上とかに近いレベルなんですよ。1% 減るって。うん。なかなか減らないからね、正直言って。で、それ動画全く上げてなくて 1% 減るとかだったら全然わかるんですけど、動画ちゃんと毎日上げてて、まあ、それで 1% 減るってのは正直かなりの異常事態だというふうには思いますね。まあ、なので新規っていうのがま、ほとんど残っていないというか、まあ、規模感がやっぱ大きくなっていけばいくほど、そのね、新規の流入ってのは逆に難しくなっていくので、まあ、そういう意味では難しいだろうなっていうふうに思いますね。はい。まあ、穴の開けたバケツに水入れてるけど、うん、バケツの穴の方が、こう、そっちの勢いの方が、まあ、ね、
すごいみたいな、そういう状態になっちゃってるっていうのが、まあ、正直なところなんでしょうね、っていうふうには思いますかね。はい。で、まあ、これから、じゃあ、タクト界隈どうなっていくかって。まあ、コッサンの場合ね、なんかね、なんとなく想像つくかな。まあ、他の実況者がどうなるかって言うと、あんまりね、想像つかないから、まあ、想像つかないというか、まあまあ、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、僕の場合はさっき言った通りで、で、コッサンはね、なんかね、スーパーライトからの出身者なんで、なんだ、まあ、タクトが調子悪かったりすると、まあ、スクエニの中で、まあ、なんかね、まあ、スーパーライトなり、星空なりを終わらせて、別のなんかドラ系のソシャゲ作ろうぜって。てかもう作ってそうですよね。で、それ作るから、みたいな。まあ、そこら辺の兼ね合いで、そっち行こうかな、みたいな感じなのかな。なんでもしてないのはちょっと気になりますけど、うん。まあ、逆に言うとなんか、どっしり構えている可能性ってのもありますかね。はい。で、まあ、これからの、まあ、僕のね、まあ、ここから予測なんですけど、まあ、タクト界隈、まあ、どうなるかって言ったら、まあ、登録者ね、1万人以上の方々っていうのは、まあ、ある程度規模があるわけで、ってなってくると、で、それで、新規が入らないってなってくると、まあ、登録者とか、まあ、そういうのが減っていくんですよね。考えたら、ゲーム変更。もう、タクト以外のゲームをやろう、みたいな感じでやり出すと。でね、これね、ライバルズでもこれ全く同じことがあったんですけど、そうなった場合ね、ゲーム変更してうまくいく人ってほとんどいないんですよね。全然うまくいかなくて、むしろその数字の減りがなんかタクトを裏切ったみたいな感じで、加速する人が本当に大多数で、で、皆さんあんまわかんないと思うんですけど、数字が減るって本当にめちゃくちゃストレスなんですよね。まあ、例えば今のその給料がですね、1000円でいいから減少するってなったら、それってめちゃくちゃストレスじゃないですか。毎年1000円ずつ減少。するってなったら多分ね、もうその会社辞めようかなっていう風に思うレベルでストレスだと思うんですよねっていう感じで、やっぱ数字減るっての本当にストレスだから、結構ね、本当にね、引退がね、増えると思いますね。はい。で、特に規模が大きければ大きいほど、あれかし引退するんじゃないかなと。まあ、少なくともライバルズ実況者で、今も動画上げ続けてる人ってほとんどいないですね。9割ぐらい引退しましたね。実際、こういうことが起こった時に。で、逆にじゃあどうなるかって言ったら、そういった人たちがいなくなると、登録者1万人以下の人たちってのがいるわけじゃないですか。当たり前だけど。で、そういった人たちに、流入するわけです。今までタクトだったら、この人見とけばいいよねっていう風に思ってたのが、ちょっと違う人見ようみたいな。あの人見よう。この人、ちょっと動画ないからこの人見るしかない。今までだったら、見なくていいかって思った人を見なきゃいけないって言ったらあれだけど、見なくてもいいんだけど。まあね、見ちゃうっていう風な状態になっていくということで、なんかね、そういうところも出てくるだろうなというふうには思いますね。で、まあそうなっていくと、まあ結局ですね、まあなんだかなりマニアックな話とかが出てきて、まあ最終的にはこの新規がどんどん減っていくと。で、まあこれ1位と3はちょっと分断というか、まあ並行して3話かは起こってんだけど、まあどんどん閉じたコンテンツに、まあなっていくと。で、まあそうやって、まあちょっとなんか、タクト、例えば広告出したとしても、それ見る人は大体そのドラクエタクト一回ちゃんとやって、で引退した。で、それをなんか複数繰り返したみたいな。例えばシャドーバースとかこの間6周年とかで結構なんか告知というか広告出してたんですけど、2回ぐらいやって引退してるんで、僕、その3回目やろうとは思わなかったですね。そのシャドーバーの面白さもつまらなさも知ってるんで、なんか今更やってもしょうがないでしょみたいな感じで。もうそれ知ってるかなみたいな状態になって、なかなか新規って難しくなっていくと思うんですよね。で、そういった時に、まあおそらくそのドラ系の新規ソシャゲですね。まあ、例えばライバルズとか星ドラとか似たような状況だった時にタクトが出てきて、まあ、ありかしね、タクト出てきてから売り上げがギュンと下がったみたいな。ゲーム戦争もまあ似たようなところありますけど、はい。というのがありますので、まあ、そのタクトがまあ、昔やったことと同じように、なんかそのね、タクトの上位互換じゃないけれども、なんかね、配合とかがあって、みたいな、なんかすごい、育成しっかりしてて、で、頭を使わなきゃいけない、そういうソシャゲ、それはなんか、対人戦っていうか PVE に特化してるのか、あるいは PVP に特化してるのか、それはわかりませんけど、どちらかに特化してるようなゲームで、なんか協力とかで、なんかみんなでワイワイ楽しくできるみたいな。で、なんかディスコード4人で繋いで、なんか友達でやるのもよし、野良でやるのもよし、みたいな、そういうゲームが出てくると、いや、ちょっとタクトじゃなくてそっちやろうかな、みたいな。のとかね。まあ、あるいはその、ある程度 PVP よりでもなんか競技シーンみたいな感じで、なんか e スポーツとか、なんか大会優勝したら100万円手に入るとか、なんかそういう割としっかりしたなんかゲームとか出てくると、みたいなね、そっちにね、移行する人もいるだろうしっていう。どういうゲームかはちょっとね、まだよくわかりませんけど、しっかりしたゲームが出てくると、まあ厳しくなってくるのかなというふうには思いますかね。はい。まあ、ということで、まあ、今回は、まあ、一応ですね、まあ、結構ね、実況者界隈が危ないと。で、それがなんか、なんだろうな、実況者界隈が危ないからタクトが悪いじゃなくて、タクトが終わってるから実況者がどんどん逃げていくっていう状況っていうのが、まあ、割かしね、まあ、やっぱみんな判断が早いなっていうふうには思いますね。はい。で、
まあ僕自身は、まあね、他の第2のコンテンツっていうのを、まあ何にするか今いろいろ実験して決めてるって最中ですけど、まあある程度タクトがもう、なんか、まあ今まだ微増なんですけど、それが停滞っていう風になってきたら、まあそれをスタートさせようかなっていう風には思ってますね。はい。で、あとなんか言うことこれあれか。ツイッター、そうそう。ツイッターで一応なんかプレゼント企画みたいなのやってるんで、まあ寄付1000円分を、まあ20人に配ってます。で、まだまだ倍率、そんな大したことないので、結構の人もらえそうなんですよ、今だったら。まあなんで、なんだろうな。まあツイッターの方ね、まあ岐阜欲しい人は見てくださいということで、ご視聴ありがとうございました。